択一憲法を攻略するための最良の方法は側転力は本当なのか検証編。合格新風会では択一憲法を攻略するための最良の方法として側転力をお勧めしたわけですが、でもそれって本当に効果あるのっていう疑問があると思うんですね。そこでこの検証編ではいくつかの本試験の問題を題材に、側転力が使えるのかどうかを実際に検証してみようということです。最初の問題ですね。これは平成24年の司法書士試験の問題、財産権の問題です。この問題は判例を聞いていますよね。側転力では判例理解の問題についての対策を重視しているというお話をいたしました。人権編の問題ということになります。人権編の67ページですね。財産権の保障というところがあります。でこのように、条文が最初にありまして、重要ポイント&判例ということで、実はこの後の問題でも見るんですけれども、判旨というものだけではなくてですね、判例の論理だとか、あるいは代表的な学説の対立等についてもコンパクトに箇条書きにまとめて覚えやすいように工夫しております。ということで、この67ページや68ページをご覧いただければ、この内容とですね、ほぼ同じような内容のことが書いてあって正解を導くことができるということになります。ちょっとこの問題は、時間の都合で実際はですね、実際に検証はしないんですけども、例えば、同じ年のですね、司法書士試験のこの第3問の問題です。条例と罰則の問題です。条例の委任と罰則の問題、これは憲法の統治の問題、あるいは人権の問題に関わるところ、いずれにも関わるところで、結構正確に理解している人はいなかったりする難しい問題なんですが、これに関してもですね、本当に分かりやすく箇条書きに分解しています。我々はこれを因数分解方式というふうに言ってるんですけども、こちらの方は統治の方の規定に関係する41条ですかね、立法機関に関係する話になります。15ページですね、統治の15ページのところに、委任のことが、重要ポイントのところですね、こういうふうに書かれているということになっています。これが、司法書士試験ですね。でこの年の第3問はですね、この年かな、あ、これは違いますね、平成25年の3問目、これは違憲審査権に関する判例、話です。で、違憲審査権に関してはご存知のように、違憲審査の対象の問題があったり、あるいは、その違憲判決の効力の問題があったりというような内容が出題されているわけです。憲法81条に関係するものになります。でこちらもですね、統治で言えば36、37ページ、実際にですね、側転力をお持ちの方は実際にそこのところをご覧いただければと思うんですけども、このようにですね、どういった学説からはどういった結論が出るかとか、そういったようなことにも、そういったようなこともですね、箇条書きにこのように示しています。非常にですね、覚えやすく分かりやすくなっています。どんなテキストよりも分かりやすく覚えやすくということを重視して作っています。で今のが司法書士の問題でした。で行政書士もですね、憲法の問題ということで、平成23年度の問題あたりですかね、例えば、23年度問題の3番ですね、プライバシーに関する問題、これは最近の判例である住基ネットの問題が出ています。この住基ネットのところが実は正解詞なんですが、これは人権の28ページのところにですね、住基ネットの訴訟の判例のことが書いてあります。これですね、側転力の特徴の一つは CD 兄弟があるというふうにお話ししましたけれども、こちらですね、 CD 兄弟、判例を読み上げた兄弟って今までありそうでなかったものです。今までありそうでなかった判例を読み上げる、判旨を読み上げるっていうのはこの側転力だけですので、
判例を理解し、判例をまた整理し、そして判例を覚えるということで即点力を利用すると、効率の良い憲法対策ができるということです。まあ、他にもですね、平成24年や平成25年の問題等々もありますけども、まあ、このようにですね、先ほどの最初のテーマ、択一憲法を攻略するための最良の方法は即点力は本当なのか検証編なんですが、はい、合格新風会の答えは本当である。まあ一応意見ですから倍合格新風会と書いておきます。まあ使った人にしかわからない良さです。ぜひ一度ですね試していただきたい、特に試験まで時間がもうないという方には特におすすめの方法です。ということで以上で検証編を終了します。